人で話した時に、みなとくん今度こそは守ってくれるって言ってくれて嬉しかったけど、それ以上にショックだった。みなとくん何も変わってないんだな、何も分かってないんだなって。私は強くなりたいの、自分一人でちゃんと立てるようになりたいの。